理事会で協議をすればいいじゃないですか。カルコ君、前原さんにその前に聞きますけども、さっきあなたね、国会の予算修正権の範囲についてお答え後でお調べいただいてってことで、今はお分かりになってないやんなんだけども、今回のこの件が国会における予算の修正権を縛ることになるという発想はありませんか。前原国土交通大臣。まあ、修正も何もですね、これは予算案として提示をしているものであって、仮配分を示しているものであって、実際の貸し付けをしたものでも内示をしたものでもありません。したがって、予算が通った後に正式なルールにのっとってやっていくということでございますので、そのようにご理解をいただければと思います。カルコ君。平野官房長官ね、これは憲法違反に当たる話なんですよ、ね、国の憲法に書いてあるでしょうよ、財政法以上の話になってくるの。だからそれならばさっきから個別、あと誰だよ、回答を進む、こんな言い方のことって何だろう、いいよ、つったってこれだけ大事な話だよ、これだけ国民の税金を使う大事な話を、とんでもないヤジだ、何ですか民主党って。まさに国民の税金を政治利用、民主党の首党のために利用してるとしか思えないじゃないですか。もういっぺん政府の意思として出してください。政府の意思として出してください。委員会理事会の話なんかじゃないんだって。平野内閣官房長官。先生のご発言、お気持ちはよくわかりますが、何回も言いますが、理事会での決定に従います。どうもできない、どうもできない、金子君、できない、できない、質問できない、食器を止めてください。お越しください。官房長官、もう一遍お返しします。政府として出す意思はあるんですか。平野内閣官房長官。先生も大ベテランの先生ですから、この答弁している気持ちをよくご理解いただいていると思いますが、理事会で、決定に私は従います。早急に止めてください。
ご静粛にお願いいたします。即興を起こしてください。カルコ君。委員長、政府としての理事会にじゃあ提出するという意思があるのかないのか、もう一遍重ねてお伺いいたします。平野内閣官房長官。今の金子先生のご質問ですが、意思は、理事会での協議の結果に従いますと、これを一貫して言っているわけですから、先生も私の真意分かっていただけると思いますが。金子君。理事会に提出されて、この資料がどういうものであったのかどうかということを前提にして、私は質問を続けさせていただきたいんです、委員長。今度出された資料では、凍結されている今、前原大臣が今まで言っていた事業計画、この中では凍結されたものが復活されているんですよ。これ、箇所付けと言わずして何するのか、そういう重要なデータが予算委員会に出されずに、理事会にちゃんと出してください。それが出てきて、その資料を見てから、委員長、審議をさせてください。どうぞ続けてください、金子君。今のことについて、前原国土交通大臣。凍結を解除したとかしないとかではなくて、あくまでも今の段階では仮配分であります。したがって、予算が決まった段階で、箇所付けをし、内示をさせていただきます。速記を止めてください。速記をお越しください。カルコ君。委員長。カルコ君。平野官房長官ね、民主党は政策決定の透明性、プロセスの大事さ、情報公開、これをずっと歌ってきた民主党なんですよ。じゃあまずそのね、看板を下ろしますと言いなさいよ。平野内閣官房長官。俺のところ何も入ってこないんだから、しょうがない。私は今、政府の一員でございます。金子君。委員長。改めて政府の一員として、この問題、国会でこれだけ問題になってるテーマですから、理事会なんて言わずに、政府の意思として出すと、あるいは出さないのか、それをおっしゃってください。平野内閣官房長官。私は、
松原筆頭を含め、理事の皆さん方の、ご判断、これが、一番大事なご判断ですから、そのご判断に対して誠心誠意、結論をしっかりと出させていただきますから。金子君。今不正だって精一杯答えてるんですよ。答えてます。答えてます。それは精一杯答えてます。それは答えてます。いや、それは精一杯。いや、だって出さないと言ってないわけだから。そうでしょ。出さないと言ってるわけじゃないんだもん。それはもう本当に、ね、出さないといけない自治体に従いますと言ってんだから。そうでしょ。いや、もう出さないと言ってるわけじゃないんだもん。それは何の不条件しろと言うわけじゃない。金子君。